こんにちは、ぼっち買取応援団です。毎回テーマに沿っておすすめの腕時計をご紹介するコーナー。本日は一緒に山に登りたい機械式時計選んでみました。登山用ウォッチというとスントやらガーミンやらプロトレックやら、あとは GPS ソーラーの G-SHOCK とかもですね、電池式の多機能ウォッチが選ばれることが多いかと思います。ここであえて機械式を選ぶというのはかなりの少数派、ごく一部の物好きのみかと。しかし本来は登山においても機械式が使われていたわけです。機械では最新のデジタルウォッチにはかなわない、それは認めようけど、かつて困難な登山にチャレンジしてきた男たちの腕につけられていたのはデジタルじゃない、俺たちだ。そんな声が聞こえてきそうな高級機械式時計3つほど選んでみました。それぞれの基本スペックと登山にまつわるストーリー合わせてお伝えしていきます。改めて機械式登山ウォッチの素晴らしさ感じていただければ幸いです。それでは行ってみましょう。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。では早速1本目、ファーブルルーバのレイダービバーク9000。ファーブルルーバはスイスルロックル発祥の時計ブランドです。今のブランド名でのスタートは1815年からとなりますが、その前身であった自社工房のスタートは1737年。そこを創業年とするのであれば、現存する時計ブランドの中ではブランパンに次いで2番目に古いことになります。フランスとの国境に近いルロックルで時計師をしていたファーブル親子によってその礎が築かれ、1820年頃より世界展開を開始。1850年代には各国の万博において数々の賞を受賞しています。20世紀に入ってからはスイスクロノメーターという国際的な精度規格に対応した時計も製作。1948年には精度測定のための施設ヌーシャルテル天文台より最優秀賞に選ばれています。そのファーブルルーバが1962年、高度の限界へと挑む人々のために製作した時計がこのビバークというモデルです。機械式時計として初となる高度と気圧の測定機能を有したこの時計は、瞬く間に世界中の冒険家に注目される存在になりました。どのくらいの注目モデルだったかということについては、当時使われたシーンからも明らかです。1962年、発売と同年、パラシュートのワールドカップにおいてスイスのナショナルチームのメンバーが装備。1963年、グランドジョラス、ウィンパー領、北壁領を人類初登攀した登山チームが装備。同じく1963年、登山家ミシェル・ダルブレーが初めてアイガー単独登頂に成功した際に装備。ミシェル・ダルブレーはこの時、現在自分がいる高度や差し迫った天気の変化を確実に知ることができたと語っています。最新作のビバーク9000はセンターの赤い針と 3G1 のインダイヤルで高度および気圧を表示。最高高度 9000m までの測定が可能になっています。 9000m というとエベレストよりも上です。現地で気圧がいつもより下がった時のことも考慮した上での 9000m なのでしょう。その他の基本機能は時、分、秒、そして日付、それからパワーインジケーター。パワーリザーブは65時間で防水性能は30メートルです。48ミリ系の大きなケースがいかにもな登山装備品という感じでいいですね。チタン製なので軽量なのもグッドです。価格はメーカー定価で7500スイスフラン、この動画制作時の日本円換算で約85万円です。続いてのおすすめモデルはこちら、ロレックスエクスプローラー1。シンプルなデザインと丈夫な作りでシーン問わず着用できる人気モデル。スーツスタイルで使っているよという方も多いのではないでしょうか。しかしこのエクスプローラー1、元をたどると登山ウォッチなんですよね。しかもマジなやつです。エクスプローラー1のすごいところは、誕生までの間に度重なる実地での精度および耐久テストが行われてきたことにあります。防水性能を証明すべくドーバー海峡を泳いで渡るスイマーに着用されたり、逆に上空だとどうなんだということで飛行機にくくりつけられてエベレスト上空を飛んだり、また陸上での振動や G への耐久性チェック。ここでは当時まだ舗装が甘い状態だったレースコースにおいてレーシングカーによる着用テストが行われました。
そういった実地での厳しいテストの中でロレックスの時計は進化を続けます。そして1953年、ロレックスは新境地を切り開くべく登山隊の手に渡ることに。ジョン・ハント卿率いる登山隊のメンバー、エドモント・ヒラリー卿と天神ノルゲイ氏、彼らはロレックスの時計を携行し、見事人類初のエベレスト登頂を成し遂げました。度重なる厳しいテストの末での偉業達成。こうして誕生したのが探検家の名を冠したモデル、エクスプローラー1というわけです。39mm 径のステンレスケースにブラック文字盤、そこに収められた日付を持たない三振のみの機械式ムーブメント。クールな顔とは裏腹に、水にも強く風にも強く、極寒の登山においても正確に時を刻むタフなやつ。現代の登山シーンでも頼れること間違いなしです。価格はメーカー定価で687,500円、実勢価格はこれよりも少し高く85万円前後となっています。ラストはこちら、ボールウォッチエンジニアハイドロカーボンセラミック15。ボールウォッチは1918年にアメリカで創業されたブランドです。鉄道用の時計メーカーとして活躍した後、現在はアウトドアウォッチをメインに展開しています。ボールウォッチの時計の魅力は非常に丈夫でタフであるということ。耐磁性、耐衝撃性、耐低温性、防水性などタフウォッチとしてのこだわりが詰まった作品が売りです。鉄道で使われていた背景から野ざらし状態や強い振動に対して耐えうるためのノウハウを持っており、それが現代のアウトドアシーンでの使用にも生かされているというわけですね。さて、見るからに丈夫そうなこの時計、42mm 径のステンレススチールケースに備えられるのは、傷や腐食に強いセラミック製の逆回転防止ベゼル。リューズ周りにはロック付きのガードがついており、万一ぶつけてしまった際にも誤作動や故障が起きにくいよう工夫されています。厚いラグ幅にも安心感がありますね。ハイドロカーボンは防水ウォッチのシリーズ、つまりダイバーズウォッチなんですが、このセラミック15はアメリカ人で初めてエベレスト登頂を果たした登山家、ジム・ホイカッター氏の偉業を称えて登場したモデルです。セラミック15というモデル名はエベレストのコードネームであるピーク15から、時計裏面には登山家ジム・ホイカッター氏のレリーフが刻まれています。現行モデルではないため現在は中古でしか手に入りませんが、20万円前後から探すことが可能です。これだけのスペックでこの価格というのもアメリカンウォッチらしい魅力だと思います。鉄道士と共に歩んだタフウォッチ、そのノウハウから誕生したタフな機械式登山ウォッチ、いかがでしょうか。以上、一緒に山に登りたい機械式時計3本ご紹介してきました。それぞれにストーリーがあって楽しんでいただけたかと思います。冒頭でもお伝えした通り、現実的に登山用として選ばれるのは電池式の多機能デジタルウォッチだと思います。しかし今回ご紹介した3本はどれも高級品としての高級感を保持しつつ耐久性が高いモデルたち、カジュアルウォッチやデジタルウォッチでは出せない固有の魅力があるものだと思います。ぜひ機械式登山ウォッチの魅力見つめ直してみてくださいね。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。